僕はふと思いました。こんな顔も良くて性格もいい俺様がなんで彼女がいないのか。ああ、これは国際問題だと思うので、今日は俺にふさわしい女をナンパしていきたいと思います。くそ。ああ、暇だわ。誰か金持ちの男をナンパしてくれないかしら。お、あいつ高そうなネックレスに全身ハイブランドの服か。あいつ金好きそうだな。ちょっと金持ちオーラで様すぐ落ちるだろ。あっ、その服よこせよ。あんた君、君やめてくれ。ちょっと、ああ、そうだ。おう、ジョーちゃん、暇なら俺と食事でもどうだ。きたー、この堂々とした立ち住まい、そして高そうなジャケット、絶対お金持ちだわ。はい、暇です。じゃあ俺の行きつけのお店行こうか。お願いします。来いよ、ジョーちゃん。おー、着いた着いた。一皿10円の回転寿司や。え、の隣にあるあの高級回転寿司やな。あ、うん、ですよね。あ、何決まってるだろ。ああ、よっしゃっす。あ、そう。こちらメニューになります。メニューは、高いな。まだこれ、高いな。ガリ10人前と水6人前頼むわ。え、私お寿司食べたい。あ、寿司ね。大将、はい、このクーポンって使える？これはレンタルビデオ屋さんなので使えませんね。あ、そっか。あなた本当は全然お金持ってないでしょ。もういい、私帰る。あんな金のかかる女、こっちから願い先だわ。あ、次はあのバカそうな女行くか。あいつバカそうだから難しい言葉使って告白でもしたらすぐ落ちるべ。まだ待って。突然ですが、人が一緒に出会う人数って87,600人って言われてるんですよ。この中から一人結婚相手を見つけるっていうことは 0.00028% の確率なんですよ。これは人が雷に打たれるより低い確率なんですよ。つまり何が言いたいか分かりますか？あ、いや、分かんないです。だからその、あ、だから他に人類が73億人いるっていうのに、今僕たち今二人でここで出会ってるだろ。これがもう奇跡なんだ。ああ、まあ、はい。だからこの時間は一生戻らない。たった一度きりなんだ。つまり一期一会だ。一期一会、一期、そうだ、今日一期狩りの日だった。忘れてた、行かなきゃ。一期一期、くそー。あの女はバカすぎて難しい言葉言っても何も伝わなかったな。くそ。次は頭のいい女行くか。へへへ、次はあいつにしよう。次はわざとバカっぽくして、あの子には私がついてなきゃダメだわって思わせる作戦にしてやるぜ。行くぜ。すいません、道を尋ねたいんですけど。あ、コンビニどっちですか？コンビニはあそこの交差点を右です。あ、そこの信号左ですね。違う、あそこの交差点を右です。あ、ビルの下をね、右ね。だからあそこの交差点を右に曲がるの。ああ、そこのマンション上ですね。右ってんだろうが。私はな、お前みたいに同じこと何回も言わせるって嫌いなんだよ。それにな、さっきわざとバカっぽく見せようとか全部聞こえてんだよ。死ね。俺様って意外にモテないのかな。あれ、涙が。次はあそこにいる年上の女性にしよう。年下に甘えられたらイチコロだろ。母性本能くすぐりまくってやるぜ。ねえねえ、俺いた。僕ママがはぐれちゃったんだよ。一緒に探して。かわいそうね。いいわよ。
ありがとう。でも探しに行く前に寂しいからキュッチだよ、キュッチ。あら、かわいいわね。いいわよ。はい。作戦通り、ちょろいもんだぜ。ねえねえ、お姉ちゃん、お姉ちゃんみたいに可愛くて優しい人、今まで出会ったことない。僕と結婚してください。ごめんね、私彼氏いるんだ。あ、おい、お待たせ。あれ、ケイタ、何やってんの、こんなつけて。あ、いた、パパ。今ね、この子に告白されたんだ。何してんの、行こう。うん。ちくしょー。楽しい歌、悲しい歌。ねえねえ、お姉ちゃん、僕、ママとはぐれちゃったんだよ。一緒に探しちゃうち。なんで笑うの、笑ってたよ。何やってんだこの人たち。笑うなよ。いくよ、サンバー。